はい、こんにちは。今日はですね、僕は山製品がでも基本的にすごい好きなんですよ。モンベルのゴアテックスの洋服を買ったり、コロンビアの靴を買ったり、あとノースフェイスのね、帽子を買ったりしてね、山製品がすごい好きなんですよ。あとですね、僕は趣味でね、時計をすごい持ってるんですよ。こういう G-SHOCK だったり、ニクソンの時計だったり、フォクシルだっけの時計だったり、あとですね、まあこれとかは、ですね、ルミノックスだったりとかね、いろいろ時計がすごく好きでですね、今日はね、ちょっと新しい時計を紹介したいと思ってね、ちょっと見せます。僕がね、この紹介したいのはね、まあ僕が大好きな、その山製品、そしてですね、その時計、二つ兼ね備えたね、これですね。もう山用の時計です。これはね、ハイギアっていうところのね、RTXT っていうね、そういう時計なんですけれども、まあちょっと見していきましょうか。これはね、もうちょっと結構前々から欲しくてね、で、一回買いに行ったらね、全部なんか工場に戻っちゃってますって買えなくてね、ようやく手に入れられたんですけどね、見てください。この RTXT。ちょっとここ剥がしちゃいましょうかね。ペリ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 っとね。はい。こういう時計ですね。こういう時計ですね。かっこいいですね。はい。これをね、ちょっとつけてみます。これ今なんだろう？これ電源入ってないって感じなのかな？はい。装着しました。どうですか？どうですか？どうですか？どうやってオンにするのかな？ちょっとオンにしてみますね。コンパス以外の4つのボタンを同時に押すと、4つのボタンを同時に押してみますね。押せっかな、4つの同時に。お、見て見て、ほら。おしゃれ。これでね、僕は今日から、この時計をつけて、あの時計なんだろうなと思ったら、まあ、この時計欲しい人はね、モンベルで、RTXT っていうのを買ってください。はい、こんにちは。ですね、これについてるのは、高度計、コンパス、あと、気温、あと、天気予報、いっぱいついてるんでね、よかったら調べてみてください。それじゃあね、俺今年の夏はこれでいきます。やったー！